これから京都府立京都障害者高等技術専門校の概要を説明します。未来への新しい進路。職業能力開発促進法に基づき、障害のある方を対象に、社会人としての基本的な力と専門技術を習得して就職するための職業能力開発施設です。ポイントは大きく3つあります。授業料が無料であること、訓練を通して就職までのサポートが受けられること、クイナ橋駅徒歩1分、公共交通機関が苦手な方でも通行しやすくなっていることです。通行制の京都障害者高等技術専門校には、身体障害者、精神障害者、発達障害者対象の IT システムサポート科、ものづくりサポート科、インテリアCADサポート科と知的障害者対象の総合実務課があります。それぞれ定員は10人と20人で、訓練期間は1年です。全寮制の常用障害者高等技術専門校は、知的障害者対象の生産実務課があり、定員10人、訓練期間は1年です。アクセスは両校とも最寄りの駅およびバス停からはすぐの場所にあります。専門校は一般的な学校ではなく、就職に必要な知識と技能を身につけて就職をしていただく職業訓練校です。1年間の訓練を通して大きく2つの力を身につけて就職していただきます。1つは社会的ルールや一般常識を身につけること、もう1つは技能訓練で技能技術を習得すること。この2つの力を身につけていただいて、社会人としての基礎と職業人としての自立を目指します。1日の訓練は9時から16時30分までの訓練ですが、朝夕に朝礼と夕礼があり、12時から13時までがお昼休みです。訓練日は基本的に平日です。休校日はご覧の通りです。就職活動は、指導員が就職に関する個別相談やハローワークや JP ハートフル、障害者就業生活支援センター等の支援機関とも連携して、就職活動の方針を話し合う職業相談会を実施し、就職に向けてサポートします。就職活動準備として、外部講師によるセミナーや応募書類を作成します。就職活動は事業所見学や職場実習には指導員も同行します。専門校を修了後も職場定着支援を実施して、支援機関と連携してサポートします。在校中に悩んだ時には、毎月1回ドクターに相談できます。不安なことを相談することで安心して訓練を受けることができます。入校料と授業料は不要です。実費負担としては、主に教科書代と作業服代になります。総合保険の加入は任意ですが、職場実習で事故や物損があった場合に備えて、全員に加入していただいています。専門校に応募していただくためには、ハローワークに
給食登録が必要です。ただし、在校中の方は学校を通じてハローワークに応募してください。応募期間に必要書類をハローワークへ提出して、入校選考を受けて合格すれば入校となります。総合実務課と生産実務課を受験される方は、入校願書と療育手帳の写しをハローワークに提出してください。IT システムサポート課、ものづくりサポート課、インテリア CAD サポート課を受験される方の提出書類はご覧の通りです。詳しくは募集要項をご覧ください。就職が決まらない。いきなり社会に出て働くのは不安だ。どうしようと悩んだら、専門校へご連絡ください。学校説明会、体験入校の実施、随時見学も受付しております。専門校へ入校して、新しい未来の扉を開いてみませんか？ご応募をお待ちしております。